クイズ番組とは、問題が出題され、出演者が回答するという内容を主体とした番組のこと。クイズというと一般には広範な知識を問うものとされる。しかし、講義には Q&A の形式をとっていれば、クイズ番組として扱われることが多く、クイズの中にゲーム性を取り入れたり、司会者と回答者がクイズを行いながらのトーク番組もある。出演者では、 タレントが出演型か視聴者参加型に分けられる。前者は比較的ゲーム性の強い番組が多く、後者は純粋な知識を争う番組が多い。最近は視聴者が出演する番組は減る一方、地上デジタル放送、BS デジタル放送の双方向サービスにより、自宅に言いながら参加できるクイズ番組も登場している。回答方式は、 早押し形式で回答権を争って高騰するもの、フリップやモニター画面を使った筆記で答えるものが主である。参加者が多い番組においては、コンピュータ操作や場所移動などによって回答を表す方式などがある。1930年代、アメリカのラジオ番組にはクイズ番組がいくつかあったが、特に人気を博していたのが NBC のラジオ番組、インフォメーションプリーズで、 この番組は1952年からはテレビ版が登場した。一般聴取者が投稿した難問に文化人や著名人が回答者となって答えるものである。このフォーマットは後に日本で話の泉で番組化された。1940年代イギリスやアメリカでは20クエスチョンズと呼ばれる形式のクイズ番組が人気を博していた。 この形式は出題者に対して回答者が、それは植物ですか、それは鉱物ですかといった質問を行い、出題者が、はい、または、いいえのみで答えて、合計20問の質問からお題となった著名人物やものの名前を当てるものである。このフォーマットは後に、日本でも20の扉で番組化された。代表的なクイズ番組には、下記のようなものがある。 黎明期日本初のクイズ番組は1946年12月3日に NHK ラジオで放送を開始した話の泉であった。内容は現代のクイズ番組というよりはむしろうんちくを語り合う物知り番組的なものであった。これ以前、つまり戦前、戦中には NHK ラジオはクイズ番組はなくクイズという言葉自体が日本にはなかった。 民放でのクイズ番組第1号は CBC ラジオストップザミュージックであった。その後多くのラジオのクイズ番組が登場したが、テレビの普及とともにラジオのワイド番組の1コーナーとなるなど縮小していった。日本におけるテレビのオリジナルのクイズ番組の第1号は1953年2月5日スタートの NHK 私の仕事は何でしょうである。その後、 民放テレビが開始され、娯楽性を強調したクイズ番組が次々と登場することになる。クイズ番組は大掛かりなセットを用意する、必要性がなく、出演者も比較的低予算で揃えやすいことから、改変期の特別番組や別番組打ち切り後のつなぎ、番組として用いられることが多い。欧米番組のフォーマット輸入1980年代までは、 欧米の有名クイズ番組のフォーマットを利用した本案番組が数多く見られた。NHK、私の秘密、アメリカ、アイブ・ガッタ・シークレット、富士系列、クイズ・グランプリアメリカ、ジェパディ、TBS 系列、クイズ100人に聞きました。アメリカ、ファミリー・フュード、TBS 系列、ザ・チャンス。アメリカ、ザ・プライス・イズ・ライト、TBS 系列、クイズ・ダービー、アメリカ、 セレブリティスイープステイクスがその代表である。2020年現在、フォーマットを正規に輸入して制作されたクイズ番組は2012年の NHK 連続クイズホールドオン。フランス、トゥールモンド・ボプレンド・ラサ・プレイスが最後である。視聴者参加型クイズ番組視聴者参加型クイズ番組の再生期は1980年代頃であった。その時期は 数多くのクイズ番組が放送。ゴールデンタイムでは毎晩どこかのつぼねで必ずと言っていいほど放送され、特に史上最大。アメリカオーダンウルトラクイズに至っては年に一度の大型特番として君臨し、全国の大学のサークルにクイズ研究会ができるきっかけとなった。しかし1985年秋にアップダウンクイズ、クイズ天国と地獄が終了したのを皮切りに、 翌1986年3月には、クイズタイムショック、三種の国取りゲーム、世界一周スゴロクゲームも、相次いで、終了、視聴者参加型クイズ番組の全盛期は終わりを告げた。そして1990年代前半には、クイズオーブームが起こったが、問題のレベルが高くなりすぎたために視聴者離れを、起こし、1992年に、史上最大、 アメリカオーダンウルトラクイズがレギュラー開催を終了し、クイズ100人に聞きましたも終了した。2000年以降、高額賞金を売り物にした番組も増える気配を見せたものの、クイズドルミリオネア以外は定着しなかった。2020年現在、高額賞金、賞品のないタレント出演型のクイズ番組が主流である。一方、視聴者参加型クイズ番組としては、 パネルクイズアタック25、アメリカ横断ウルトラクイズからの派生である、全国高等学校クイズ選手権が生き残り、現在も放送中である。また、インターネットやデジタル放送の普及、開始により、それを利用した、双方向クイズ番組が新たな形態として見られる。2000年の BS デジタル放送開始から数年間は、タッチアンサーズや、タイムオーバーなど、賞金や商品が出る。 双方向クイズ番組が民放各局に存在したが、現在は BS では、レギュラー放送の番組は放送されていない。地上波では、バラエティ番組の優勝者当てクイズや、情報番組のクイズコーナーなどに、データ放送が用いられている。クイズ番組の賞金上限の制限視聴者、参加型番組では、例えば、ベルトクイズ Q&Q や、 クイズタイムショックなどのように高額の賞金、賞品を獲得した視聴者や芸能人、文化人もいたほか、アップダウンクイズやオリンピック賞地上最大のクイズなどがあって、賞金、賞品の規制は無制限だった。ところが、1971年にフジテレビで放送されたクイズキングに任せろ。 でトップ賞の商品に一出0 0万円相当の東京都洋画のマンションがかけられたことで公正取引委員会からあまりにも高額の賞金、商品だと視聴者の社交心を煽るとして厳重注意を受けた。これがきっかけでコートリーはクイズ番組、歌合戦番組、ゲーム番組、さらにはテレビラジオ番組のプレゼント、商品、 雑誌を含むオープン検証企画における賞金、商品の総額は100万円までを上限とするという取り決めを設けた。ただし、新紙協定上、製薬会社の一社提供番組に関しては最大10万円までであり、それ以上の獲得賞金は番組制作局の募金キャンペーンに寄付するなどをしていた。その後1996年4月に規制緩和され1000万円に、 上限を引き上げる。第1号番組はテレビ東京決戦クイズの帝王だった。後にクイズ番組ではないが TBS 幸せ家族計画は商品総額300万円であった。この他1000万円への引き上げに際して先ほどのクイズドルミリオネアなどの高額賞金番組が登場するようになった。2006年からは規制が さらに緩和され、36年ぶりに上限撤廃となり、現在に至る。しかし、日本民間放送連盟では、この規制緩和に逆行する形で、参加者一人当たりの賞金の上限を200万円と、する自主規制を設けた。このため、クイズドルミリオネアなどの高額賞金を出すクイズ番組では、2006年以前の放送では一人で1000万円の、 賞金を獲得できたが、自主規制設定以降は必ず参加者を含めて、複数人の名義を必要とするルールに変更した、事例もある。タレント出演型一方、タレント出演型のクイズ番組は1980年代の、ヒントでピント、クイズダービー、世界丸ごとハウマッチ、など、お笑いタレントをはじめとするタレント同士、タレントと司会者との掛け合いが魅力となり、 人気となる。1990年代に黄金期を迎え、特に日本テレビ系列のクイズ世界は商売商売、マジカルズのパワー、どちら様も、笑ってよろしく、フジテレビ系列のなるほど、ザワールド平成教育委員会クイズ、年の差なんてが驚異的な視聴率を記録する。しかし、 マンネリカや行き過ぎたゲーム化路線で次第に視聴者から飽きられ、一部の番組では名刺会社の引退や請求といった不運も重なり、1999年のマジカルズ・ノー・パワー、終了以降、世界、不思議発見、クイズドル・ミリオネアなどを残し、クイズ番組は減少の一途をたどる。そんな中、2003年にクイズ、ヘキサゴンが始まり、 クイズブーム復活の兆しが見え、2004年、脳内エステ IQ サプリや当時深夜番組だったサルジエの校長により、タレント参加型クイズはブームが再燃した。2005年10月からゴールデンタイムに多くのクイズ番組が誕生。特に、フジテレビは2006年10月から2007年3月までは、火曜日と金曜日を除く、19時代はすべてクイズ番組で構成されていた。 一時期、クイズブームは下火になっていたが、2007年から、ネプリーグ、クイズプレゼンバラエティ Q 様、など知識系、クイズ番組に加え、視聴率の低下に苦しんでいたヘキサゴンはルールを一新し、クイズ、ヘキサゴン2と生まれ変わり、おバカタレントの予想もつかない、チ回答で視聴者を楽しませるという新しい、クイズ番組が誕生した。また、 BS デジタル放送がスタートした2002年12月1日には放送を開始した午前11時から3時間後の午後2時にニュースアカデミーで双方向のクイズ番組がスタートした。これらは番組に視聴者がリモコンを使って早押しクイズなどに参加できるシステムを多彩な演出やプログラムによるゲーム参加で楽しめるようにしたものがほとんどでマンネリ化も進み人気番組だった。 タイムオーバーなどの終了、また、個人情報保護法による視聴者情報の管理の変化や、視聴者の個人情報に対する意識の変化などにより、衰退している。二千八年に入り、テレビ朝日は、深夜時代に好調だった、今すぐ使える、豆知識クイズ雑学を勉強してきましたクイズ狩り弁が、ゴールデンタイムに参入し、好調の、旧様、に加え、四月から、 ザクイズマンをゴールデンに昇格させるなど、積極的にクイズ番組を増やしていた。これに対抗して、フジテレビは2007年までに放送している、平成教育予備校、ネプリーグ、クイズヘキサゴン2、脳内エステ IQ サプリに加え4月から、全国一斉日本人テスト、検定ジャポンを新設し、火曜を除く6日間の19時代をすべてクイズ、番組化する。 ベルトクイズ会会とし、勝負に出るなど、クイズブーム再燃、となりつつあった。日本テレビでは、週刊オリラジ経済白書の終了により、形式上は消滅したが、おじさんず11が、テこ入れとして、クイズ企画中心にリニューアルしたため、事実上、クイズ番組となっていた。テレビ東京も、クイズ赤端やお端以降は長続きせず、近年は、 プライムタイムでのクイズ番組がほとんどなかったが、2008年4月に和風総本家が開始された。TBS は長年続いている世界不思議発見。サンマのスーパーからクリ TV 動物気想天外の3本だった。ところが2009年に入ると23時台でクイズ。字の扉、クイズの扉、系列の毎日放送が22時台で、 クイズなんでもナンバーワン決定戦を期間限定で放映後10月からザ1億分の8俺たちクイズマンクイズオールフォーワンなどをスタートさせている NHK はクイズ番組には消極的ともいえ2009年4月以降プライムタイムに放送されているものはクイズモンスターの終了とアートエンターテインメント迷宮美術館の放送時間変更で プライムタイムからのクイズ番組が消滅したが、2010年4月1日から、新感覚ゲームクエスタを開始する。なお、上記のザクイズマン。限定ジャポン、おじさん図11は、半年で終了しており、脳内エステ IQ サプリや、勉強してきましたクイズガレベンなども、路線変更の末に終了した。スポーツ型ただ純粋にルールが決められた上で、 競い合うという形式を取るスポーツ型は、1980年代の後半に生まれたとされる。アメリカ横断ウルトラクイズを受けて、多く作られた大学のクイズ研究会が番組研究を深めることによりクイズのノウハウが蓄積され、長戸早と野瀬和幸、田中健一らの活躍、史上最強のクイズ王決定戦での西村、健二による伝説的早押しの数々。 FNS1 億2000万人のクイズ王決定戦における深川直行長田義明のキャラクターへのフォーカスなどガチンコ化した番組とそこで活躍するクイズアスリートへの注目という形でスポーツ型の時代が訪れたが1995年までにクイズ王番組も完全になくなったテレビでの活躍の場を失ったプレイヤーは クイズサークルや有志によって行われるオープン大会などに参加するなどしてクイズを続けている。2000年に入って知力の甲子園と呼ばれていた頃の高校生クイズ、頭脳王など少数ながらも復活している。2000年代以降2000年代のクイズ番組の視聴率はレギュラー放送で圧倒的に人気があったのがクイズヘキサゴン2時点がネプリーグだった。 2010年代以降の傾向としては、クイズヘキサゴン2の終了以降、クイズ番組におけるおバカタレントの出演が減少し、それに代わって、大学クイズ研究会のメンバーや OB、有名進学校の生徒や過去に、クイズ番組で活躍した社会人など芸能人以外の人物が出演するようになった。クイズ番組の増加により出題される問題のネタが、 別のクイズ番組や雑学番組とこむることがあり、伊集院光が以前、同じ番組で間違えた問題を学習し、数ヶ月後再度出題され、正解した、陳例もある。近年のクイズ番組が乱立する状況では、ネタの重複や、間抜けな回答を、笑いのネタにするのは、いじめの一種ではないか、クイズ番組でなく単なるバラエティ番組などと、批判されることもある。 視聴者参加型のタイプと、タレント出演型のタイプとでは出題する傾向が、概ね決まっていた。視聴者参加型の番組では、知識を問われる内容、例えば過去の歴史、ヒット曲、最近の時事問題などが取り上げられることが多い。一方タレント出演型は、近年は、サルジエア、脳内エステ IQ サプリ、島田検定、 国民的潜在能力テストなど知識よりも思考力を試すクイズが増えてきている。2007年以降、スザンヌ、植地祐介などの陳回答が受け、クイズ番組自体は、もちろんのこと、本人の知名度を大きく広めた芸能人のおバカタレントと雑学王と呼ばれたり、高学歴である知性派タレント、さらに平均的な成績の3タイプのタレントがおり、 番組によって需要が違う。知識系番組には、知性派タレントが多く、ヘキサゴン2のような賃回答が期待される番組では、おバカタレントが大活躍する傾向が強い。勝負に関係のないクイズ番組では、平均的な知識のタレントが多く出演する。また、2010年代以降の知識系番組には、現役東京大学生と知性派タレントが対戦する。 番組も登場している。ゆえに、クイズ以外の番組ではほとんど出演しないタレントが出演することも多い。最近では、芸歴が浅く、ネタ番組などにはほとんど出ていないが高学歴という点で呼ばれる若手芸人や、普段はクイズ以外のバラエティ番組にあまり出ない俳優や歌手が一度、出演した際に陳ン回答を連発し、 おバカタレントとして認知されたびたび呼ばれるようになる例などがある。問題そのものは難しくないが制限時間内に規定問題数以上答えなければならない。参加者全員が正解しないとポイントとならないなど回答者にプレッシャーをかけることによって回答を難しくしているものもある。かつては1990年代後半まではマジカルズのパワー。世界、不思議発見。 など、横一列、形に、回答者席があり、一枠二枠という言い方で称される、ことが多かった。ただし、クイズ、年の差なんて、の末期など、ひな壇上の回答者席はすでにごく一部の、クイズ番組で使用されていた。2000年代以降のクイズ番組では、トーク番組のようなセットのクイズ番組や、前後に二段、もしくはひな壇上になっている回答者席がある。 クイズ番組が増えている。ぴったしカンカン、ヒントでピントなどの V 字型の回答者席配置はにチーム対抗の場合に多く用いられる。また、クイズ、ヘキサゴンの六角形のセットのように一風変わった、セットのクイズ番組もある。クイズ、ヘキサゴンがリニューアルした、クイズ、ヘキサゴン2の行列早抜け、リレークイズや、クイズ、ドレミファドンの 各チームが縦一列に並ぶという、こちらも、また一風変わったセットである。視聴者参加型クイズ番組視聴者参加型のクイズ番組は、古今東西、あらゆる知識が求められる問題が出されたり、ゲーム式で得点や賞金などのポイントを貯めていくといった形式が一般的だった。また、そこから優勝した出場者のみ挑戦できる、海外旅行をはじめとする豪華賞品。 および賞金を獲得できるステージを設ける二段構えとする番組も多い。また、ほとんどの番組で参加賞として、それとは別に優勝の副賞として番組スポンサーから記念品や番組特製グッズが送られた。1980年代までは民放各局がこのタイプのクイズ番組を多く放送しており人気も高かった。その時代には多くの番組に出演し、 タイトルを競うクイズ嵐と呼ばれるものも生じ、特に人気の高いクイズ番組では一回出場すると、それを防ぐという名目で数年間は再出場できないというルールが設けられるほどであった。しかし、近年の日本では、個人情報やプライバシーにまつわる意識の変化、制作側としても出演者の募集や選考に手間をかけるよりも知名度のある芸能人を使う方が手軽。 かつ視聴者を取り込みやすいなどの理由から減少傾向にある。2020年4月現在、全国ネットで放送中の番組は、パネルクイズアタック25や、全国高等学校クイズ選手権、超逆境クイズバトル、99人の壁など数える程度であるが、ローカル番組ではこのタイプのクイズ企画が放送されることがある。それ以外の視聴者参加型クイズ番組二千年代に、 入り番組内で出題される問題を地上波デジタル放送の双方向番組や携帯電話やパソコンから番組公式サイトで視聴者の回答や正解者予想を募る番組が放送されてきている。この形式でクイズを行っている全国ネットの番組は主にオールスター感謝祭などがある。教養系クイズ番組ある時に世界の歴史、文化など 各分野での専門知識にまつわるものをメインに扱うクイズ番組のことを指す。回答者は比較的インテリ系の人が多い。また、PTA などの調査で子供に見せたい番組の上位にこれらに該当する番組が顔を出すことも多い。2020年4月現在放送中の番組では世界不思議発見などがある。教育系クイズ番組ある時に ニュース番組などで扱われる流行や一般常識、義務教育で習う事柄から、大学の専門学科レベルまでの学問をメインに扱うクイズ番組を指す。2020年4月現在放送中の番組では、クイズプレゼンバラエティ Q 様、ネプリーグ、クリームクイズミラクル Q、東大王、クイズ。あなたは、小学5年生より賢いの平成教育委員会などがある。 これらの番組は司会者と回答者とのトークを交えることも多く、トークショー、バラエティ番組の要素も強い。雑学系クイズ番組教育系にも近いが、一般生活で役立つ豆知識や話のネタになる逸話などをメインに扱うクイズ番組を指す。代表的なものにクイズ雑学王などがあった。2020年4月現在放送中の番組では、クイズ番組とは趣が、 やや異なるものの、チコちゃんに叱られる。が、人気番組となっている。また、林先生の初耳学もあるが、こちらは、情報バラエティ番組の要素も含まれている。発想系クイズ番組ある時に、なぞなぞや IQ テストに近い形式の問題をメインに扱う、クイズ番組を指す。この種の番組は、時事ネタが使いづらいことやジャンルが限られるせいか マンネリ化やネタ切れになりやすく、テコ入れなどで徐々にコンセプトが変わっていくなど、長続きしにくい傾向にある。2020年4月現在では、今夜は謎トレ潜在能力テストなどが代表的なものでは、マジカルズノーパワー、脳内エステ IQ サプリなどがある。娯楽系クイズ番組ある時に、バラエティ色が強いクイズ番組のことを指す。どちらかといえば、 バラエティ番組の類に入る。回答者は比較的お笑いタレントやグラビアアイドルなどが多い。2020年4月現在放送中の番組はぴったんこカンカンが代表的なものでは2014年に終了したサンマのスーパーからクリ TV があった。戦闘系クイズ番組回答者同士でクイズの成績を競う形式ではなく、 主にクイズを交えた心理的なサバイバル戦のような戦いを繰り広げるクイズ番組のことを指す。日本国外ではザ・ウィーケスト・リンクやザ・チーターなどがあり、日本でもかつてこれらの番組が放送されていたが回答者同士が足を引っ張ろうとしたり相手を蹴落として勝ち残ろうとする形式の場合、普通の Q&A 形式と異なる複雑なルール設定が 視聴者にわかりづらいなどの問題点からゴールデンタイムでは短命に終わることが多い。トーク番組を兼ねたクイズ番組クイズ番組、バラエティ番組ではあるものの司会者と回答者または司会者と回答者ではないゲストがクイズに関するトークで番組を交えて盛り上げながら回答者が問題に答えていく。トークに問題を解くヒントが混じっているなどのトークでの駆け引きが行われるなどそこが 見どころの一つになっている場合もあり、どちらかといえばトーク主体のものである。現在ではほとんどのクイズ番組でおかしな回答や問題に関する逸話などでトークを行うことが多い。このフォーマットはクイズダービー、ぴったしカンカンの2社が先駆者と言われている。ありがとうございます。